6月9日、日曜日、函館開幕週に行われる重賞、函館スプリントステークス、芝1200メートル。ここに出走を予定しているセッション、立東、斉藤隆史9社、がレースに向けた一周前追い切りを行っている。写真、セッションのこれまでの奇跡。調教時間も後半、2回目のハローが終了して、しばらくした時間帯。藤岡祐介騎手が騎乗して、 オープンファイア、ブラックブロッサムらと共に入場。全2頭が大きく先行して、2頭目にいたブラックブロッサムから5馬身ほど離れたところで 6F 標識を通過していく。向こう上面から3コーナーへ入るまでのラップもそれなりに速く、追走する方としては結構大変なラップ。それでも少しずつ前との差を詰めていき、最後の直線に向くとブラックブロッサムの1馬身後ろまでは迫ってくる。 ただ、相手はまだ手応えに余裕があって、結果としてその差を詰め切ることはできなかった。時計は6回79.0から 5F64.3 から 4F50.0 から 3F36.2 から 2F22.7 から 1F11 月3日秒。数字が優秀なのはもちろん、6F 標識からゴールに向かって、綺麗な加速ラップを踏むことができている点が文句なしに評価できる。 初めてのスプリント戦になるが、それに対応できるだけのスピードは兼ね備えているだろう。